こんばんは、のこたまふれて、短い一時ですけどお付き合いください。今日はこの新約聖書のピリピ人への手紙ですの一章からですね、パウロが熱く思いを語っておられます。特に今日はこの一章の21節から24節までを見ていきます。ピリピ人への手紙一章の21節から、私にとっては生きることはキリスト、死ぬことも益です。しかしもしこの肉体の命が続くとしたら、私の働きが、豊かな実を結ぶことになるので、どちらを選んだ良いのか私には分かりません。私はこのその2つのものの間に板挟みとなっています。私の願いは世を去ってキリストと共にいることです。実はその方がはるかに勝っています。しかしこの肉体にとどまることがあなた方のためにはもっと必要です。この、生きることも、キリスト、死ぬことも、キリストということ、この熱きパウロの思いを今日も覚えて歩みたいと思います。この御言葉、私の救い主主イエスとともに、今日も一日、歩む生活を一日を過ごしていきたいと思います。マスタートです。マスタートのこの YouTube チャンネル登録、またコメント、いいねボタンとよろしくお願いいたします。また聖書を学びたいというお友達も、募集していますので、よろしくお願いします。次回の御言葉を触れてでお会いいたしましょう。マスタートした仕上げです。シャロムシャロムシャロム。